三遊亭白鳥は、落語協会所属の落語家。出林は、白鳥の湖。本名、藤田秀明。主に新作落語を中心に活動している。新潟県上越市出身で自転車店の次男。新潟県立高田高等学校を経て、日本大学芸術学部文芸学科卒業。1 9 8七年七月、三遊亭窓竹に入門。全座名。 新潟。1990年3月に、入選帝、大木治む、立花屋文を、三遊亭窓樹と共に二つ目昇進。新潟に改名するも、新潟と孤独されたためほどなく、新潟に再改名。1992年に、日本放送主催、第7回お笑いゴールドラッシュ優勝。2001年9月、竜花金大夫、入選帝、大木治 柳谷三太郎、三遊亭一万窓、林家菊姫、柳谷三太郎、柳谷はじめこと、古今亭春菊、金原亭、ばあそぶとともに、新内昇進、白鳥に改名。2005年平成16年度、彩りの国楽五大賞受賞。高校時代から趣味で怪談などを書いていたが、高校ではラグビー部、大学では、強し重流空手部と、 童話絵本研究会に所属し、落語との接点はなかった。空手部時代の理不尽なしごきや上下関係のエピソードを枕やエッセーでしばしば披露している。古今帝新章の著書を読んで落語に興味を持ち、三遊亭窓片家たけがテレビで新作落語を演じているのを見たことがきっかけとなり、窓片家たけに入門した。 今でこそ、個性的な新作落語で受け入れられているが、落語をあまり知らずに入門したこともあり、最初のうちは、苦労した。ネタは、構成をいきなりパソコンで打ち、1ページほど書き出してから、ストップし、喋り、口に出しながら修正していく。手書きでないことで、客観的に見られるという、独特の着物を愛用している。派手な赤や青の色合いで肩から、 袖口までラインが入っており、着物というより、ジャージのデザインを模したものである。春風亭翔太をはじめとする、諏訪の一員。背番号は、2。2010年から、ケイリビング新聞社が主催する、ザ・ウーマンズ落語会で、女性の落語家のために、古典落語や、自作の新作落語を女性目線に作り変えて演じてもらうというコンセプトの落語会のプロデュースに、 携わっている。新潟、リ・ユートピアでの新潟虹色寄せのプロデューサーでもある。前座時代に新作落語をやって、客を怒らせ、神はお前を許さないなどと多くの投章をもらった。前座時代、兄弟子の三遊亭蘭武と共に、師匠の家を、白い悪魔の家と呼んでいた。炎上の家に飾られていた、三遊亭炎章の写真を見て、師匠の親だと勘違いした。 古今帝新朝の顔を知らず、新朝に向かって、桂春ラ実証と呼びかけた。上下の切り方を間違えているのに気づかず、見かねた新朝に直接指導された。二爪昇進の時、三遊亭生ハゲという名を、師匠、延長に勧められたが、それだけは勘弁してください。生ハゲは飽きたですからと、ガとして譲らず、断った。 新作落語に意見をする石帝と喧嘩をしてしまい、鈴本演芸場と末広亭は出入り差し止めとなった時期がある。講座の後ろの襖をいたずらで開け閉めし、楽屋に襖の開け閉めをしないようにという張り紙が貼られた。立川男子のテレビ落語番組、落語の瓶にゲストで呼ばれ、新作落語を演じた。客には受けたが、聞いていた男子が激怒して、 収録途中で帰ってしまった。この件について、男子に詫びを入れたところ、お前は悪くない。あの落語で笑う客が悪いと言われた。新潟時代は金がなく、聖高和立草を主食としていたり、冬場にはテレビで暖を取る、T シャツを重ね着するなどしていた。大腸、ポリーブを取るために生まれて、初めて入院した時、タバコが吸いたくなって点滴台から、 薬剤の入った袋を外し、袋だけを喫煙所に持って行ったところ血液が袋に、客流、看護師に叱られた。煮詰め時代に新町と小三寺の二人会の前座に呼ばれて、新作落語を披露したが、新宿厚生年金会館を埋め尽くした客が完全に引いてしまい、新町に、新潟くん、ここで潮干狩りができるねと言われてしまった。二千二十年六月六日、 居酒屋で食べた金目鯛の煮物の骨が喉の奥に刺さって救急外来を経て大学病院に緊急搬送。全身麻酔で抜いてもらいごと泣きを得た。最近は新作落語の他に火炎大根を元にした火炎大根やジュゲームを元にしたスーパージュゲム、発天人を元にしたハイパー発天人といった事象、白鳥子店を展開している。他にもホラー落語、 紙芝居を使った落語も演じる。地方ローカル含む。テレビラジオウェブ配信機構。ありがとうございます。